三保孔人三保孔人は、日本特有の仏教における、信仰対象の一つ、仏法像の三保を俊語し、不浄を遠慮する仏神である。孔人は、仏法並びに、ガランの守護神のことである。円のおが金剛山で祈祷していると、牛虎の方角に石雲がなびき、孔人が現れ、その地に祠を作って祀ったという伝説がある。また、荒玉を祀って孔人としたという説もある。 後者はヒンドゥー教での悪心が仏教に帰した後に守護神、護法前神とされた風習が日本の風土でも同じくされたと解釈される。造用としての後人はインド由来の仏教尊像ではなく、日本仏教の信仰の中で独自に発展した尊像であり、美保後人はその代表的なものである。日本古来の改まに古代インドに源泉を持つヤシャガミの形態が取り入れられ、 神道、密教、山岳信仰などの様々な要素が混交して成立した。皇人を祀る寺院や神社は日本全国に約300社ある。美保皇人の造用は三面六匹または八面六匹である。頭髪を逆立てて目を吊り上げた、暴悪落ち伐戦とする慈悲が極まった、憤怒の表情を示し、密教の名王像に共通するものがある。 不情や災難を除去する神とされることから、人へっついの神として信仰され、かまど神として祀られることが多い。これは日本では、台所やかまどが最も正常なる場所であることから、俗館で信仰されるようになったものである。仏像としての作例は、近世以降のものが多い。大鼓神経では、姿は、天女と記されており、また文字菩薩、不動明王、ビナーやキャと、同体とされ、 様々な変化神が、江戸時代以降、日本各地に採取されているという説もある。日蓮宗や、北家宗では、五菊伝の、美歩行人は十羅節女なりの一文に基づき、美歩行人を十羅節女と同体とすることがある。また、普遍菩薩と集合し、普遍三宝を、公人と呼ばれる場合もある。恩賢和や賢和や相和御美行人は、 神仏集合を背景としながら、密教経典の大日経の注釈書にあたる、大日経章巻後に説かれている、秘典の眷属である自信を司る神である。ケンバーと同一視された。ケンバーはサンスクリット語の寒波を語源に持つ。この神言は、対抗神経に出てくる皇人の神言であり、皇人の神言は、様々な神言が、対抗神経に記されている、人へッツの神であり、 神棚は家の中で最も正常な場所である台所に祀る。礼拝の作法については諸説あるが、清公人清澄寺では一礼三拍手一礼で礼拝し、半夜心仰と公人御神言を七端唱える作法が紹介されている。家庭でお札を祀る際には仏壇ではなく一社宮の神棚で祀る。ありがとうございます。